バハデコロラダ類層の位のバハデコロラダ類層は、アルゼンチンのパタゴニア北部、ネウケン盆地のネウケン州に位置する地層。該当する地質自体は、前期白亜紀のベディアシアンからバランギニアンまでである。この層にちなんで命名された、リクラエオサウルス科の恐竜バジャダサウルスプロヌスピノクスが産出したことで知られる。 1939年にロールが定義したバハダコロラダ類相はメドンザ総群に属しクインチコ類相とピコンルーフ類相の上に位置しアギロ類相の下に横たわる。アギロ類相とは不整合の関係にあり、不整合の年代は1億3400万年前とされる。またバハダコロラダ類相はミューリッキンコ類相と水平方向に同じ位置に存在する。 バハダコロラダルイソウは緑がかった茶色と赤色の祭流から素流にかけての歴岩、厚い層をなす砂岩で主に構成され赤みがかったピンクと赤紫の粘土岩を及び砂岩には明るい茶色のシルト岩からなるバンドが入っている。バハダコロラダルイソウは河川環境で堆積し当時の環境は保存状態の良い河川と古土壌がある猛状流路であった。 X 線解説によるバハデコロラダ類層の堆積物の研究が行われ、カオリナイト、イライト、緑泥石、スメクタイトが存在することが明らかになった。古生物の化石としてはバジャダサウルスやレンクパルといったディプロドクス上化の恐竜、アベリサウルス科の恐竜、ドロマエオサウルス科の恐竜、テタヌラ類の恐竜のものが発見されている。ありがとうございます。